いつもご視聴応援いただきありがとうございます。新春おことほぎ、謹んで新年のお喜びを申し上げます。はい、滋賀県大津市卸官僚でございます。現在時刻、9時30分になろうとしているところですね。はい、無事に卸の方完了いたしました。で、次がですね、合図見してきてる荷物がありますので、こちらを大阪市内ですね。はい、大阪市内卸です。下道移動すると3時間ちょっとかかっちゃうんで、午前中指定なんでね、今から高速で移動して大阪市内向かっていきたいと思います。はい、まだねちょっと朝の通勤時間帯プラス営業車などのね移動時間にちょうどかぶってるんで、こちらまだ多いっすね。はい、気をつけて移動していきたいと思います。よろしくお願いします。反対車線はもうずらっと渋滞になっちゃってるね。あららららら、あ、これあら、故障車の車なんだ。あ、そこなんだ。なるほど、なんか産業中かなと思ったけど、大阪に入りました。大阪府に突入でございます。パーキングエリアかサービスエリアでお客さんに連絡を入れなきゃならないので、まあ、この先の空いたサービスエリアによってちょっとお客様と連絡してみましょう。到着時間の連絡もね事前にしなきゃならないので、空いたサービスエリアによりましてお客様に事前連絡したいと思います。はい、よいしょ、空いたのサービスエリアまでやってまいりましたね。ちょっとこちらに入りましてお客様と連絡取りたいと思います。はい、でちょっとお客さんと連絡取りたいと思います。はい、じゃあお客さんと連絡ついたんで向かっていきたいと思います。で、すぐね折り返しの電話来まして、あー、ごめんなさい、ちょっともう自分出る用事できちゃったんで、事務所に他の方いると思いますのでそちらに対応してもらうように話しておきますってことなんで、ちょっと直接の担当じゃない方になりますけども、担当していただける方がいるみたいなので、そのまま向かってきてください。はい、気をつけて向かっていきたいと思います。ここからだいたい1時間までいかないぐらいですかね。はい、なんとか午前中無事に納品できそうなんで、気をつけて向かっていきたいと思います。
はい。よいしょ。草津パーキングエリアを出発してきますよ。よっしゃ。無事に430休憩も取れたし、お昼もとりあえずコンビニですけど、済ますことができたんで、よかった。よしと、じゃあこれから、積み地に向かっていきたいと思いますね。はい。あ、ここももう時間に関係なく、ほぼほぼパーキングは込み込みですね。この合流はお互い譲り合わねえと事故になるから。はい。うん。あ、ごめん、了解。わかりました。はい、すいません。わかりました。ありがとうございます。はい。掲示板に登録なってる内容と直接ファックスで流した内容とか違ってるのかっていう内容になってね、まあ、ちょっと情報を確認しつつ、会社の方で流したって言われたらしいんだけど、会社の方でもらってないって話決まって、現場で困るのは運転手なんですけどってね本当に依頼元と会社の間に挟まって住み地とかに行って困るのドライバーなんだけどって話なんだけど、まず今取り寄せ中です改めてって話になったのでちょっとそちらが流れてくるまで積み込み先行って詰め込みして待ちたいと思います。は
い、草津、滋賀県草津市積み完了ですね。はい、ここからあと東近江市に向かってきます。東近江市も、16時まで積み込みっていうことなんで、まあ、ナビ上で行くとね15時、50分なんですよね。15時50分にナビ上では到着の予定なので、ちょっと急いで行きたいと思いますね。はい、いや16時までに積み上がりなんて書かれてるんだけど、ちょっとね、一応これから行く東近江の積み地の担当者さんの方には、到着の時間連絡入れてますので、はい、無理しないで来てくださいとは言われましたけれども、とりあえず気をつけて向かいたいと思いますね。はい、右側の車線が減ります。ご注意ください。はい、小牧ジャンクションから中央道に乗り換えでございますね。現在時刻18時45分です。はい、北関東自動車道の橋江パーキングエリアで、マックス16時間の、休息でございます。今日の車中泊は北関東自動車道の橋江パーキングエリアで車中泊でございます。止まれっかや、止まれるか、なんか怪しいな。前すぐ行けばよかったか。見てってもいいんじゃない。ああ、マジで首振りさんも止まっちゃってるしな。あ、開いてた。ラッキー。くしょ。橋江パーキングエリア着陸です。おいしい。はい、ロールの巻物ですね。これ下固定になってないんで隙間が悪く動いちゃうんで感じですね。上と下の段差の分を埋めてます。段差が違うんですけど埋めてます。こんな感じで、ね、こんな感じですね。隙間はこんな感じで詳細で埋めてます。あとはこっちは下取ってますね。はい、上は上で塞いでます。こんな感じです。ね、今回はイレギュラーで、積み合わせですね。本載です。機械物と、パレットのロールものでございます。積み合わせ根菜です。直感
はい、北関東自動車道の橋江パーキングエリア出発いたしました。現在時刻午前8時25分ですね。はい、午前8時25分出発いたしました。残りがだいたい450キロってとこですかね。雨降りっていうか若干降ったり止んだりですね。パラパラ来て止んで、パラパラ来て止んでみたいな感じですね。湿度が高いですよね。だからさすがに土曜日交通量が朝から多いですね。トラックよりは一般車が多いですね。はい、バイクも、はい、では気をつけて移動していきたいと思います。直感岩手県盛岡市盛岡市中央卸売市場、今回はこちらでお昼ご飯にします。早速中に入っていきましょう。どなたでも利用できます。各所に案内図が表示されています。廊下には今日のメニューが表示されています。市場食堂が見えてきました。さて、ワクワクしながら突貫します。メニューの実物サンプルがあり検討しやすいです。購入は券売機からになります。今日は一番定食です。マグロの刺身定食700円。ご飯は自分でセルフ式です。おかわりもできます。厚切りのマグロが美味しそう。いただきます。山町の刺身醤油。のごまえ、
ごちそうさまでした。食器はセルフで軽く水洗いして、奥側にある洗い場に入れます。ごちそうさまでした。はい、岩手県の盛岡市にある盛岡市中央卸売市場で、お昼ご飯をいただきました。よいしょ。ここは大型のね、トラックも止めるところがあるので大変助かります。よいしょ。楽しい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。